シリーン地図 Google マップ蒲氷協定場蒲氷ボートレース場は愛知県蒲氷市にあるボートレース場である建て替え前の蒲氷協定場スタンド施行者は蒲氷市通称はボートレースが蒲氷全国のボートレース場では23番目に開業したかつては岡崎市も施行者であったが2009年度限りで撤退した 戦後の復興資金確保のために、蒲郡市、岡崎市で同時期に協定開催計画が持ち上がった。蒲郡市は塩津海岸、鶴ヶ浜海岸に開設を予定、岡崎市は菅尾川沿岸に開設を予定していた。愛知県は漁師からの打診に対し、2カ所は許可できないため共同開催を提案し、13号台風により壊滅的被害を受けた。 塩津地区の塩田跡地を協定常用地に転用することで漁師による鎌郡市での共同開催となった。2006年からすべてのレースをナイター競争で施行されることとなった。これにより売り上げが大幅に増加し、2008年度の年間売り上げでは約15億7700万円と1000億円超えを達成し、長く首位の座を守ってきた隅の江協定場を抜いて首位に立った。 以後も全国の協定場の中で売り上げ上位に位置している。レース場及び周辺では様々なイベントが催される。代表的なものに ITU トライアスロンワールドカップ、ガマゴーリ大会、農林水産祭、フリーマーケットイン、ガマゴーリなどが開催される。夏季には昭和アーケードという祭事を行う。夏に行われる懐かしアーケードではビールの販売がある。 普通、協定上は、酒の販売はされていない。実況は、メディアターナーの高橋紀流が担当。演歌で言うところの拳を聞かせるなどユニークな実況で知られる。2010年3月31日まで、蒲氷市と岡崎市が共催していたが、現在は、蒲氷市が単独で、事業を行っている。共催していた頃は、職員の配置などの運営は、 鎌氷市が主体となって行い、開催日数のうち約3分の2を主催し、岡崎市は約3分の1を主催していた。初レース開催から収益は鎌氷市が受け取り、岡崎市には売上金の1%を交付金として支払う方式が取られてきたが、バブル崩壊後に売上高の低迷してからは、岡崎市の取り分が鎌氷市を上回るようになっていた。 こうした事態に対して2005年度に50年ぶりに分配方式を改定し、レースの開催日数に応じて利益を安分する方式が取られた。しかし、翌年度より収益が好転し、岡崎市の分配金は約5億円となり、蒲郡市が一般会計に繰り入れた約6億円に匹敵する額となったため、蒲郡市は岡崎市に収益の10%、 上限1億円の再改定を提案したが、岡崎市は反発していた。このことや、景気の急速な悪化、ナイター開催で持ち直していた売り上げが、他の協定上のナイター参入により不透明になったことや、施設の改修などが必要なことから、岡崎市は2009年度をもって、事業の撤退を決定した。中央ゲートナイター時の場内競争水面はプールで、水質は海水。 塩分濃度は低く、潮の満ち引きの影響をほとんど受けない。競争水面の広さは、日本のレース場の中でも有数で、1M 分けてからのコース幅が156.7メートルと24馬の中でも一番広く、旋回するときに対岸にぶつかる、危険性が少ないためスピードを保ちやすい。海の近くに位置するが、湾の内側にあるため風の影響はそれほどない。 そのため安定版がつくことも滅多にない。院の勝率は全国平均よりは高めだが、穏やかな水面コスピードがキープしやすいことから、多彩な決まり手が出やすい水面と言える。例年3月頃に周年記念として、オールジャパン竹島特別が開催されている。これとは別に2008年は東京都江戸川協定場の施設改善工事実施の閉鎖に伴う代替処置として、 周年記念、江戸川大将院がマゴーリも行われた。正月には、新春特別発射決定戦。ゴールデンウィークには、竹島弁天杯争奪戦。お盆には農業しぶきお盆特別選抜戦が行われる。企業杯競争として、キリンカップが行われている。女子リーグ戦の名称は、ガマゴーリクイーンカップ。新英リーグ戦の名称は、EE バンク杯。 愛知支部と静岡支部による愛知、静岡対抗戦が行われている。インは、ナイター開催は、ナイター開催第23回チャレンジカップ、ナイター開催並行開催、第7回レディースチャレンジカップ G2。ありがとうございます。